山沢拓也はトップリーグのパナソニックワイルドナイツに所属するラグビー選手。中学からラグビーをはじめ、熊谷市立熊谷あずま中学校のラグビー部に所属した。その一方で、中学時代は地元のサッカークラブ熊谷 SC でフォワードを務めるなど二足のわらじを履いて活動し、流通経済大学附属柏高等学校をはじめとした。 関東のサッカー競合校から獲得のオファーを受けた。高校進学の際、兄の勧めもあり、ラグビーを選択し、埼玉県立深谷高等学校へ進学すると、1年次からスタンドオフのレギュラーを、務め全国高等学校ラグビーフットボール大会に出場。高校大会には3年連続で出場し、2年次と3年次のベスト16が最高の成績となった。 二年次には、高校日本代表に選ばれイタリア・フランス遠征に参加した。2012年6月、高校三年次に、ジュニアジャパンに選ばれトンが代表戦に出場すると、同年7月に、日本代表スコット強化合宿メンバーに選ばれた。その後もジュニアジャパンには、定期的に招集された。2013年、内田圭介の勧めもあり、高校卒業後は、筑波大学に進学して、 ラグビー部に入部。一年次からスタンドオフのレギュラーを獲得し、東日本大学セブンズ優勝、大学選手権、ベスト4進出に貢献した。当時の日本代表ヘッドコーチのエディ・ジョーンズからも、有望選手という評価を受けていたが、二年次から三年次には、左膝前十字人体帯を断裂するなど怪我が重なり、長期離脱を余儀なくされた。2016年1月、 トップ14のラシンメトロに練習生として参加。同年8月、ジャパンラグビートップリーグのパナソニックワイルドナイツへの加入が発表され、史上初の学生トップリーガーとなった。また、同年8月26日に行われた、ジャパンラグビートップリーグ第一節のヤマハ発動機準備路線にて、先発出場で公式先発出場を果たした。2017年4月、 アジアラグビーチャンピオンシップへ向けた日本代表のスコットに選出され、4月29日に秩父宮ラグビー場で行われた韓国代表戦で途中出場し、初キャップを獲得した。2019年3月、サンウルブズに追加招集された。ありがとうございます。